はいどうも峰島です。今回は鴨頭義人の信者の実態、こちらのお話をしていきたいと思います。というのもですね、鴨頭義人の信者の人たちが鴨頭義人について議論する場っていうオープンチャットがあります。これを作ってるんですけども、信者の人とアンチの人が議論する場を作ろうっていうことで作ったみたいなんですけど、まあまあ僕もちょっと眺めてたんですけど、議論になってないんですよ。これってなんでかっていうと、僕はわかるんですけど、僕も動画では全然話してないんですが、僕の親がね、創価学会なんですよ。で、僕は4世なんですね。創価学会の4世。ひいおばあちゃんがやってて、じいちゃんがやってて、父ちゃん母ちゃんがやってて。で、僕も創価学会に生まれた時から入らせられたんです。ただ、今はもう完全に脱会しております。これなんで脱会したか、抜けたかっていうと、創価学会という組織がおかしいと思ったからなんですね。僕はもう池田大作宛てに内容証明郵便を送りつけて、脱会しますということをやってます。まあ、仏壇とかもね、ぶっ壊したりとか、ご本尊って言うんですけど、その拝む神があるんですけど、それを燃やしたりとかですね。僕はもう地獄に落ちるって言われたんですけれども、今はまだピンピンしてこうやって生きております。だから僕は創価学会とか宗教は超否定派なんですよ。まあそういう体験があったりとかして、その信者っていうもの、親とかとももう絶縁してるんですけど、信者と話すとじゃあどうなるかっていうと、会話にならないんですね。どういう風に会話にならないかっていうと、いやその創価学会はおかしいですよねって話をするとしても、その話に対して全く違う話をしてくるんですよ。これっておかしいんじゃないですかっていうことに対しての答えは絶対返ってこないんですよ。だから議論の場を作ったとしても議論にならないんですね。何かを信じててこれが絶対正しいよっていう人たちに対しては、じゃあこれってどうなんですかと、これはおかしいんじゃないですかという話をしても、そこでは議論は生まれません。だってこの人の言ってることがおかしいよって言っても、それはおかしくないって思ってる人たちなんで、そこでは議論は生まれないんですね。そういう体験を僕はずっとしてきてるんで、だから親とも創価学会やめろって言ったんですよ、僕も親に。だけど親はやめないと、じゃあ絶縁するしかないですねって話になってるわけなんです。うちの実家なんかもう何年も行ってないですけど、お布施をいっぱいしちゃってて、家なんかボロボロなんですよ。シロアリが家を食っちゃってて、廊下なんかもボコボコだったんですね。で金がないけどリフォームできないみたいな、そういう状況に追い込まれてるにもかかわらずお布施をし続けると、そういう人たちに対してお布施すんのっておかしくないって言っても、いやいやおかしくないよと、お布施した方が幸せになれるんだよっていう話なんですよ。これって議論にならないですよねってことなんです。宗教を信じるとかっていうのは、鴨頭義人を信じるとか宗教を信じるとか何か信じるっていうのは別にその人たちだけでやってればいいんですけど、創価学会もね、公明党があって、選挙のたびに公明党よろしくお願いしますって言ってわけわかんない人たちに電話かけまくったりとか、そんなことばっかりやってるんですよ。だから人を巻き込むなってことですね。だから僕はやりたくないって言っても、小学校中学校の頃支部の人が来て僕を説得しようとするんですね。で余計嫌いになっていって、今はもう一家離散ですね。弟とかも実家にいたらしいんですけど、家出ちゃったとかっていう情報も入ってますし、家庭に支障が出るような状況でそれでもお布施を続けるとか、私はやりたくないって言ってる人に対して巻き込んでやろうとしたりとか、宗教とかって本当怖いのが、それが正しいっていう教えなんですね。だから鴨頭義人は、僕は倫理法人会とか鴨頭義人の本とか読んだことないですけど、鴨頭義人は影響力を持ちたいって言ってるんですよ。だから鴨頭義人が影響力を持つことを広めるのが僕たちのやってる正しいことだと、その承認空間でいいねってやってると、だからそれをみんなに広めたいって思ってるのがいいことだいいことだって洗脳されて、それで彼らは活動してるわけで、僕はだからね、勝手にやってればいいんですけど、それを周りに広めるっていうのが宗教の信者って嫌なんですよねっていうところですね。そんな感じで僕の実体験からね、宗教洗脳信者という話をしました。何かにすがって大金をつぎ込んで、それでじゃあ幸せな未来が訪れるかっていうと、そんなことは絶対ありません。幸せを勝ち取るとか人生を変えていこうっていうのは自分自身がどうするかなんですよ。主体性を持つっていう、まあ、7つの習慣っていう本の中に書かれてることなんですけど、自分がどうなのか、何かにすがっても教祖様は何もしてくれないんですよ。ただお金をその人に与えてるだけっていう話なんで、それを厄介なことに周りを巻き込もうとすると、これが一番厄介ですね。ということで鴨頭義人の信者の話してみましたけれども、一応その議論の場っていうのはオープンちょっと貼っときますけど、見てると頭おかしくなってくるんで、こういう変な人たちが鴨頭義人の信者をやってるという、なんか動物園みたいな感じで見に行くのはいいと思いますけど、決してまともな人間が鴨頭義人の信者をやってるとは思えないようなオープンチャットなので、興味がある人は見てみてもいいのかなと思います。鴨頭義人に関して言うと、そういう洗脳とかをして強固な信者を作り上げてるわけで、僕はその信者が心変わりして一般の考え方を持ってくるとは全く思ってないんですよ。そうではなくて、新しく洗脳されて金をむしり取られる人、こういう人たちを減らしていきたいっていうのが僕の狙いなんで、あくまでも騙され
れないようにこういう動画をいっぱい上げていきたいなと思います。まだまだ垂れ込みいっぱいあるんですけども、まあ、たまにはこうやってね、僕の考え方とか実体験に基づいたお話をしていけたらいいのかなと思います。そんな感じで鴨頭嘉人関係の動画はまだまだアップしていきますんで、チャンネル登録お願いします。それじゃね。